クリストファー・ブラントは北アイルランド出身のサッカー選手。ブリストルシティ FC 所属。ポジションは左サイドのウィーガー、あるいは攻撃的ミッドフィールダー。北アイルランド代表では左サイドバックとしてもプレーする。北アイルランドベルファストの出身。父コリンはラグビーユニオンの選手だった。ユースキをイングランドのミドルズブラで過ごすが、 ファーストチームでの出場はないままローン移籍したシェフィールドウェンズデーでプロデビューを飾る。そのままウェンズデーに完全移籍したブラントは3年半にわたり主力として活躍。2006レ7ナシーズンにはチャンピオンシップで10ゴールを決め、翌2007から08シーズン開幕直後に同じくチャンピオンシップのウエストブロムビッチアルビオンに引き抜かれた。 移籍金は300万ポンドほどと見られる。その後、ウェストブロムでは10年で300を超える試合に出場し、2008から09シーズンには、プレミアリーグで9得点、2010から11シーズンにはリーグ2位となる11アシストを記録している。スコット・カーソンの移籍後は、2015年のダレン・フレッチャー加入まで首相を務めた。二千二十年九月七日、ブリストルシティ FC と、 単年契約を結んだ。2004年より北アイルランド代表に選出。2009年の 2010FIFA ワールドカップ予選3割の戦でフリーキックからゴールを記録している。UEFA ユーロ2016予選では左サイドバックとしてチームの同体開発出場に貢献するが、同年2月の十字人体負傷により本大会出場はならなかった。 2012年のロンドン五輪では、グレートブリテン代表の候補となったが、最終的には選出されなかった。ありがとうございます。